はい、よろしくお願いします。ついに今回プレイステーション3で発売ということで、すごい楽しみに待っておりました。はい、もう大ファンなんです、ミネコ。ありがとうございます。はい、もう本当に大好きで、ありがとうございます。はい、原作もアニメも全部見ております。全部、はい、もうベアとかめっちゃ笑ってて嬉しいです。そうですね、もうこの愛しがすごい素晴らしくて、はい、で、あのコンパニオンさんの煉獄七姉妹もすごく可愛くて、とても可愛い方ね、目のやり場に若干困りますけど、はい、僕も困ってます。あ、そうなんですか。で、今回プレイステーション3ということですが、どの辺がポイントなんですか。はい、原作をですね、準拠して今回は作ってまして、シナリオだったり BGM だったりってことはあんまり変えてないんですよね。その代わり、あの今回こちらにあるとおりで、あのビジュアルの方を大きく変更させていただいております。あとは声優さんの演技ですね、こちらの方にぜひご期待ください。フルボイスでございます。じゃあ、あのセリフやこのセリフが全部フルボイスで、はい、もうベアトリーチェの、ね、セリフとかも全部なので、期待度が山のようにあるので、すごい期待しております。楽しみください。ちなみにこれ発売はいつですか。はい、12月の16日発売予定でございます。はい、ちょうどクリスマス前ぐらいですね。そうですね。で、ちょうど原作の、エピソード8の発売前というところで、冬込みですね。そうなんです。なんでその前に、こちらの方プレイしていただいて、最後に臨んでいただければと思います。はい、わかりました。あと1個聞きたいんですけども、はい、1ヶ月前からホームページがあったじゃないですか。謎のあれ、もう騙されました。ミネコファンの皆様にはこの場を借りて加護を浴び申し上げます。ちょっとずつちょっとずつ、超動画が出てきて、はい、新キャラなのかなってすごい期待してたら、あれって全然違うゲームだっていう。はい、そうなんです。今日のゲームショーも、今日はミネコなんですけれども、明日にはそのキャラクターがガラッと出てきて、はい、全く違うことをやっておりますので、ぜひご期待ください。ギャルガンでしたっけ。はい、はい、なんかすごいバカゲーっておっしゃってましたが、はい、女の子を撃っちゃうっていうね、はい、男のロマンが詰まるようなゲームでございます。はい、こちらも期待したいと思います。まずはこのゲーム、ミネコンナクロリをすごい楽しみにしておりますので、はい、今後も期待しております。